これは地下にある空間の崩落による陥没。こんな巨大な空洞がどうして？ あの変な敵は。 陥没してる。もともと地下に空洞があったみたいですね。 ここの通路は昔からあるみたいですけど。
生命体たちの残骸が。でもこれ、ずいぶん昔からここにあるような感じですね。この場所は。データベースに該当する情報はありませんね。あれ、破壊されたエイリアンの母船が。ようこそ我が創造主の墓場へ。お前たちは。トゥビー、気をつけてください。私の名前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアンはもういない。何百年も前にこいつらは私たち機械生命体が絶滅させた。絶滅させた。今度絶滅するのは君たちアンドロイドかな。機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵器。ネットワークの上に芽生えた地図、創造者はそれを料理する。大して時間は必要としなかった。自分たちの創造主を倒すなんて。いいんだよ、こんなやつ。植物のように単純でくだらない構造の生き物に価値ない。私たちが興味ある月にいる人類。人類。そう、人間は魅力的だ。理解不能だ。記録によく同じ種族で大量に殺し合う、愛し合う。その行動原理は目を見張る不可解さ。私たちはその神秘に迫りたい。だがその模倣作品であるアンドロイドの諸君に調査を手伝ってもらいたいと思う。手伝う。そう、月にいる人類を引きずり下ろして生きたまま分解して分析してその秘密の全てを暴くんだ。こんな素敵なこと他にはない。そんなことやらせるわけないだろ。トゥビー、こんな奴らに惑わされちゃダメだ。ああ、じゃあ交渉は決裂というわけだ。滅ぼすしかない。君たちここにいる退屈宇宙人の動画。そろそろ時間だ。これが私たちの創造主の末路。お前たちが信じる人間はどうかな。逃げられた。エイリアンたちがすでに滅んでいた。トゥビー、とりあえずまたこの道を戻るんですか。めんどくさいですね。文句言わない、ナインエス。トゥビーさん、こちらオペレーターの 6O です。廃墟都市の転送装置の配備と稼働を確認しました。他のポイントも準備中です。ようやく転送装置が使えるんですね。転送装置。ええ、地上にボディを残したままバンカーの仮ボディに。やあ、元気。あなたは。君たちのところの司令官に言われたんで新しくアクセスポイントを作っておいたよ。転送装置も動かせるようにしておいたから。あ、ありがとうございます。司令官は昔馴染なんだけど、あいつ人に仕事させすぎだよね。今度会ったら文句言っといてよ。これが転送装置。でも
転送装置11飛行ユニットでバンカーと地上を行き来し、飛行ユニットは運用コストが高い。以上がエイリアンシップの報告です。そうか、すでにこの情報は人類会議で結論が出るまでは最高機密として扱うことにする。くれぐれも他言のないように。はい。君たち二人にはパスカルという名が。あの怪しい感じの機械生命体ですか。月面の人類会議からの通達だ。特殊な個体の調査は今後の作戦の重要な資料となるからな。了解しました。司令官も本当に人使いが荒いですよね。しかも行き先はまた廃墟都市ですか。久しぶりだしちょっと休んでいきません？トゥビー。気が向いたらね。パスカル。はい、何でしょう。この村以外に
ネットワークから切り離された機械生命体。この村以外ですか。先日お二人に倒していただいた遊園地の歌姫はそうでしたね。歌姫？あれが？あとは森の国？この近くに広い森にそこに機械生命体たちが集まった。とても排他的なグループで。場所は？廃墟都市の大きな商業施設の廃墟から行けるはずです。あの辺りは最近物騒なの。森の国。こちら 2B 受信している。起動したアクセスポイントからのモニタリング信号が途絶しました。位置情報を転送しますので原因を調査してください。了解。
2B。 何？いつになったらナインズって呼んでくれるんですか？ナイン S で十分伝わる。まあそうなんですけど。でも仕事って大変ですよね。作戦に好き嫌いはない。ナイン S、 あなたは感情を出しすぎ。私たちヨルハ部隊は感情を出すことは禁止されてるはず。そうは言っても個体差があるから仕方ない気がします。ここがパスカルの言ってた商業施設の廃墟みたいですね。記録によるとデパートという場所だったみたいです。通れないな。何か仕掛けがあるんでしょうか。僕らも人間だったらこんな場所で楽しく買い物をしていたんですかね。家庭の話は無意味。
真面目だな、トゥービーは。警告、直上に機械生命体反応多数。森の王万歳。森の王万歳。なんだよ森の王って。気を抜かないで、ナインです。そんなこと言ったって、僕はスキャナーモデルだから戦闘はあんまり得意じゃないんですよ。なんかあいつ逃げてばかりですね。怪しいから壊そう、トゥービー。ちょっと待って。破壊する。ダメ。何なんでしょうあれ。この先が森のある地域みたいですね。油断しないでください。それはこっちのセリフ。気をつけて、ナイエス。はい。って言ってましたね。奥の方に城らしき建造物が見えましたし、ちょっと行って調べてみましょうか。
こいつら、ドゥビー、機械生命体の言うことに耳を貸しちゃダメだ。あのお城にはどうやって行けばいいんでしょうね。さっきの機械生命体たち、王って言ってましたね。機械にも忠誠心が芽生えることなんてあるんでしょうか。
だけは勝てるわけにはいかねえ。せーあんだよ。